こんにちは、ジェアです。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます、シンです。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、明けましたね。明けましたね。はい。しかも壮大に明けましたそうだね、はい、はい、まあ4日からちょっと僕らももう年始初売りとポイントセールなどで始めてるんですけど、まあ、本当たくさんのお客さん来ていただきまして、本当ありがとうございます。ありがとうございます。もしまだっていう方は、またこれからも全然お待ちしてます。はい、ぜひお待ちしてます、はい、いやでも早かったね。そうですね、うん、年末からもう本当あっという間だったんですけど、はい、まあようやくちょっと落ち着いたんで、うん、はい。でもあれですね、発動がちょっと予定よくは遅くなっちゃいましたね。そうだね、はい、はい、そうなんです。商品紹介とかもうちょっとまたいいかなと思ってたんですけど、ちょっとできなかったんで、はい、今回僕らこう年始にまた休み明けあって、うん、何してたなんて話してたら、うん、まあ、結構やっぱみんなこう映画を見てたんですよ、うん、そうですね、はい、まあ、いつもなんですけどで、またその、まあ、これこのまま動画にしたら結構面白いかもねっていう感じで、そうなんですよね、はい、はい、まあ、なんで今回は僕らが好きな映画のお話をしたいなと思ってます、はい、いいっすねいいですかね、しょっぱな緩いっすねいや、そうだね、そうなのよはい、なんですけど、はい、よかったら最後まで見てみてください。ということで、はい、まあ、ちょっと僕らと言ったら、はい、ちょっとやっぱこう革ジャンみたいなイメージあると思うんですよ。自負してます、はい、してる、はい、はい、まあ、なのでちょっと今日はもう題して、はい、まあ、こう、まあ、革っていうか、まあ、革ジャンがこう着たくなる映画のお話をちょっとしたいなと思ってます、はい、新年にふさわしいですね。ふさわしくないよね、多分ちょっと映画見たからちょっとテンションが上がってるっていうだけなんですけど、はい、はい、はい、でして、そう、はい、たまたま僕が好きな映画が、はい、iTunes ですごい安くなってたのよ。はい、そう、400円とか。おお、はいはい、購入が。あ、購入でですか。そうなんですよ、レンタルが普通それぐらいじゃん、はいはいはい、あれ安っと思って。え、それ人気ないっすよ1本目大丈夫ですかそうかもね、はい、で、まあその映画なんですけど、これ前にも実は話したことあるんですけど、はいはい、スリーパーズっていう映画がありまして、はいはいはい、スリーパーズ、はい、いいっすけど人気ないんすか、いい、ね、あれそうなんだよね、はい、結構ね、はい、はいはい、90年代ってきた映画なんですけど、うん、結構そのキャストが豪華で、はい、そうですね、はい、デニーロとか、うん、あと好きなシンクルの好きなブラピとか、あー、ブラピ出てますね、はい、はいはい、で、そこにまあいろいろ出てるんですけど、もう一人こうローエル・ダードっていう俳優がいて、はいはいはい、結構俺好きなのよ、はい、まあ、あの映画見て好きになったって感じなんですけど、まあ、その他の映画結構なんかあれって感じなんで、はい、はいはい、で、まあ、そのロン・エルダードが、まあ、ストーリーはあれなんですけど、うん、こう子供から大人になるシーンでこう変わるんですけど、はいはい、そこでこうふわーって出てくる時に革ジャン着てるんですよ、はいはい、その時2人いるじゃないですか。そうなの、ロン・エルダードともう1人いて、そうそうそう、でロン・エルダードは短髪 で、ね、でもう一人は黒髪のロン毛で、もみあげがこうねシュッってなっててね、あの二人のバランスかっこいいですよね。そうなの、ね、そうなの、ね、はい、抜群なのよ、はい、で、その二人がこう川来てるんですけど、はい、カツカツ歩いてくるの、はいはい、結構ね、着丈のある川なんだよね、あれ。そうっすよね、着丈、まあコートじゃないけど、うん、まあカーコート的な感じかな。確かに、はい、ちょっとミドル丈で、はいはい、まあ、本当こういう感じよ。そうっすね、そう、で、それがね、やっぱすごいかっこいいんで、はいはい、バーに向かう時の、排気口から白い煙、うん、そう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 めちゃめちゃ絵になりますよね。そうなんですよ、はいはい、まあ、なんで、まあ90年代だからちょっとまあ昔の映画なんですけど、うん、まあ、今の若い子もあれ見ても面白いんじゃないかなと思って、確かに乾きたくなると思いますよっていう感じですかね。いいっすね、はい、はいはい、よかったよかったっすよ、なんか1本目から乾きたくなりましたよねいいね、いいね、はいはい、じゃあ次俺いいですか。はい、はい、じゃあ僕の1本目なんですけど、結構コアですよ、ファイトクラブっていう映画でそっち、はい、そっち先出すの。いやいや、はいはい、見てますね、映画。いやいやいや、そうだ、知らないかもないや、みんな知ってると思います、はい、ですね、好きだよね、ブラピ。好きですよ、だって、はい、そもそも似てるじゃないですか、顔いろいろ似てる似てる、はい、いや、そうなんですよ、はい、いや、まあいいんですけど、
そのファイトクラブはまあ、ブラピともう一人エドワード・ノートンっていう、いいよね、最高の俳優が出てるんですけど、大好きだなエドワード・ノートン、はい、でその二人がダブル主演で、うん、まあ、その劇中の中で着てるブラピのまた皮の着方っていうのがやっぱかっこよくて今回チョイスしたんですけど、あれはブラックじゃないよねレザーがね、ちょっとワインっていうか、はいはい、あ、そうでね、アメチャっぽい感じの、はいはい、その赤茶の皮をこう中にこうプリントティーとかを着てて、あ、着てたかも、はい、全面プリントのね、あ、そうですそうです、はいはい、でそもうピッチピチの T シャツですよ、うん、でそれにワークパンツ合わせたりとか、はいはい、あとまた別のシーンで同じような皮を、うん、解禁の柄シャツで、はいはい、シャツの襟だけ出して、はいはい、あ、あったかも、いかついサングラスをかけて、あ、なんかあったレン、はい、カラーレンズのね、そうなんですよ、はい、赤かなんか、はい、はいはい、ありました、もうあれがちょっと若い頃見てて、はい、かっこいいなと思ってですね、はいはい、いやもう最高ですよやっぱブラピ、はい、あれはもうだってブラピだもんね、そうもうね、そうですね、はい、ブラピの映画でしたね、はい、じゃあシン君ほんちょっといい、今日ほんとブラピ好きで、はい、なんかあるじゃないですかアプリで顔変えられるやつ、あ、はいはい、あれめっちゃ自分めっちゃブラピいっぱい持って作ってなんかこれと似てません似てません似てる似てるとかもうちょっと疲れてるかも優しそうなブラピになるんですよね映画のワンシーンを自分の顔に変えれるアプリがあってもう優しそうなブラピが出来上がるんですよねあっちの方がいいですよ多分本物よりも緊張しないしよくわかんない接しやすいですよそういうことね、はい、もうブラピかキアヌ・リーブスだもんねそうですね毎回出してくるのが確かに、はい、今度お店行くね、来た方ぜひシンクに聞いてみてくださいはい、すんげえいっぱい持ってるみたいな。でも見せるんですよ、はい。めっちゃ面白いですよ。じゃあ僕の2本目はこのファイトクラブ。はい、はい。じゃあちょっと次は自分また2本目なんですけど、はい、次はですね、カリートの道っていう。おお、はいはいはい、はい。あれはアルパチーノですね、はい、主演が。はい、そうですね。結構面白い、ストーリー的にも面白いですけど。うん、確かに。でもあれ、結構ラブですよね。うん、そうかもね、そうね。うん、もう本当に一途な愛って感じで、そうかもそうかも、はいはいはい、結構面白い映画ですよ、うん、でそのやっぱアルパチーノがこうずっと結構皮着てるんですよ、はいはい、革ジャンっていうかまあちょっとコートかな、はいはい、そうですね、着丈のあるね、はいはい、まあそれがちょっとなんか雰囲気いいかなっていう感じですかね、うん、はい、まあ90年代だから結構もう、そうですね、アルパチーノ50ぐらいじゃないですか、そうだね、うん、それぐらいかもね、はい、ちょうどなんかねいいのよ、いい感じにこうやっぱ僕なんかもやっぱそうですけど、はいはい、若い時から革ジャン好きだけど、やっぱりなんだろうな、30過ぎてまあ30中旬ぐらい、はいはい、半ばぐらいでやっぱこういろいろこうちょっとさ、うん、ちょっと垂れてきたりするじゃない、垂れてきたりっていうかちょっとシワなんかもそうですね、そうそうそう、まあ、重力に馴染んでくるっていうかそんな感じですよねそうさすがねいやいや、そうなんですよ、はい、まあなんでちょっとねやっぱそのぐらいの方が自分的にはちょっとしっくりくるかなっていう、あ、確かに感じ、若い時もいいんすけどね、そうね、若い時もいいけど、はいはいはい、なんか年ってっていうかちょっとそういう、まあ、30超えてぐらいからが、うん、なんかしっくりくんじゃないかなっていう感じ、あ、そうっすね、うん、でもあれですよね、ジャーさんがよく言う小やじ、あ、そうかも、親父っていうか小やじまあまあそういうこと言ってる時点で親父なんです確かに確かにはい、まあでもねそう親父ぐらいが結構やっぱかっこいいかなとも思いますよ、うん、でも革ジャン着てる映画って、うん、まあ大体リベンジ、うん、このカリートの道もそうじゃないですかそうね、で確かに娼婦出てくるじゃないですかで、あとクズ出てくるじゃないですか大体出てくるねそうかもしれないで、この映画もショーン・ペンも出てくるじゃないですか、うん、出てくるねショーン・ペン出てくる、はい、超クズなんですよお話逸れちゃうんですけどね、はいはいはい、映画見て嫌いになりましたかね俺、うん、チワワみたいな感じで、まあ、その主演アルパチーノなんですけど、はい、片役っていうか、うん、割とでも出てくるよね結構そうですね、はい、面白いですよ、はい、そのショーン・ペンっていう、まあ、僕大好きな俳優いるんですけど、はいはい、ちょっとその映画ではちょっとって感じだけどまあでもやっぱうまいよねさすが、うまいっす、でショーン・ペンといえばあれですよ、前にも言ったミスティック・リバーっていう映画が、はいはいはい、言ってましたね、はい、そうなんです、これ前にも話してると思うんですけど、はい、ミスティック・リバーのショーン・ペンはなちょっと怖いよね、怖いっすね、はい、でやっぱでも確かにリベンジ系かも、はいはい、でまたこう行く時にこう急に乾き始めるんですけど、そうなんですね、一度脱いだ皮をまた着るんですよねある出来事があって、そうそうそう、はい、
あれも面白いんじゃないですか。あれも、あれも90年、もう全部90年代。そうですね。古いんだよね、ネタが。確かに。はい。はいはいはい。まあでもいい、いいと思いますよ。あのミスティックリバーのショーンペンと、はい、カリントの道のショーンペン、あれ、あれ同一人物じゃないですよ、あれは。違いますね。ね。あれはすごいよね。いや、本当に確かに、ある意味怖いですね。まあ、あの、はい、いいんじゃないですか。よかったら。いや、2つ言ってたじゃないですか。確かに確かに。はい。はい、僕の2本目なんですけど、はい、フェイクです。はい。俺ね、さっきそっちを言うと思ったの、最初に。でも、ファイトクラブの方が怖じゃないですか。はい。はい。これで2本目にしました。はい。はい、で、フェイクなんですけど、はい、あの、アルパチーノ。さっき、あの、カリートの店主演だったアルパチーノがまた出てきます。はい、で、もう一人、あの、若いジョニー・デップが出てくるんですよ。はい、はい、確かにね、わかるね、あれジョニー・デップ。そうなんですよ、またそのジョニー・デップが僕寄りと言いますか。はい。いいんですよ。ふざけてるな。確かに、まあでもなんかヘアスタイルそんな感じだった気がする。そうですよね。はい、で、まあフェイクなんですけど、若いジョニー・デップが警官で潜入捜査をするって話で、はいはい、まあちょっといろいろあるんですけど、だん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 このアルパチーノの右腕になっていくんですよね。でその過程でだんだんファッションも変わっていってですね、なんかもう途中で革とか着始めるんですよ。だんだん悪くなっていくんですよね。で、あのもうオールバックにして、で今でいうダッドスタイルっていうんですか、ここだけもうひげ生やして、で革バーンってそうですね、革バーンってきてですね、やたらこう、あの革もさ、はい、あれじゃない、カラーのでかい、あ、そうなんですよ、うん、もう襟がめっちゃでかいですよね。でもあれめちゃめちゃかっこよかったんですよ。あれも革はあれじゃない、ブラックじゃなくて、あのワインアメ茶っぽい感じ。あ、そうっすね、うん、あれも赤茶でしたね、そんな感じだった気がする。そうなんですよ。そっちの方がいいね。いや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 、はい、今はもう黒で落ち着いてますから。そうなんだ、当時は、はい、はい、なんですけど、って言いますか、あの着方もいいんですよ、またあの、まあ、そういうヘアスタイルに中にこのドレスシャツみたいな着てるんですね。そうだっけ、はい、黒のドレスシャツにその赤茶のこのレザーで、でもいつもアルパチーノはコート、もうこの2人の感じもすごいかっこよくて、そうですね、ぜひ見てほしいですね、この映画も。そうね、もしまだっていう方、はい、そうですね、はい、結構ね、いつもこういう話をよくしてるんですよ。なんなら会話の半分ぐらい映画の話。確かに。本当にあのシーンが良かったよねっていう。そうそうそう、まあ、なんでね、まあそういう風にファッションをあれしてみても結構面白いんじゃないかなと思います。はい、なんか時代別に見ても結構面白い、はい、もっと古いのとかもすごい面白いのもあるし、ね、はい、今回紹介したのもでもあれですよね、まあ設定が70年代だったり80年代だったりするんで、そうかもね、はい、また違って見えるかなと思います。結構僕その出張、はい、昔からよく出てた時に、はい、あのやっぱね、ヨーロッパの連中は結構皮切るよね。ああ、そうですよね。そう、なんかやっぱ若い子もそうだし、まあ、あの年いってても結構皮切てる人多いなっていうイメージが、はいはいはい、まあ、パリとかすっごいもう皮、みんな皮切てる、みんなっていうか皮よく着てるっていうイメージで、アメリカだとやっぱこうイーストの人たち、あ、ニューヨークの方とか、そうそう、やっぱ皮よく着てるよね、はい、はいはい、まあそういうの見てたから結構かっこいいなと思って、やっぱいいっすよね、革。いいよね。そう。まあちょっとなんで今日は、あの、まあその、まあ革ジャンが着たくなる映画の話だったんですけど、はい、またまあこういうのもたまには。大丈夫ですか今回。結構緩くないですか。緩いと思うよ。はい、いいんじゃないですか。はい。はい、で、まあそんな感じですかね、今回は。ですね。はい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイ。こんにちは、ジアです。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ちょっと待って、もう一回いいですか。もう一回いいですか。はい、はい、よし、こんにちは、ジアです。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新です。今年もよろしくお願いします。お願いします。なんで笑ったんですか。いや、笑うよ、今のは。いや、そうですね。はい、こんにちは、ジアです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新です。ちょっと待って、もう一回行こうよ。もう一回行こう。こんにちは、ジアです。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。シンです。今年もよろしくお願いします。いやいや、ちょっと待ってよ。これ、今3回目なんですよ。いやー。言えない、おめでとうが言えないんだもん、だって。いや、いい。おめでたいんですけどね。なかなか言えなくて。いや、もうこれ最初から何これってなっちゃうよね。はい、ちょっともう一回行きましょう。よし。はい、こんにちは、ジアです。皆さん、明けましておめでとうございます。いや、釣られてきた。最悪だ。
最悪だ。はい。ちょっとこれ多すぎるね、これ。ちょっと待って、マジ。